やったか。構うな、先を急ぐぞ。ここまで来たんだ。手ぶらじゃ帰れねえな。ああ、必ず周りを取り戻す。私はここで死んだ。悔いを残してね。けどそれもあなたたちのおかげで晴れた。行っちまうのか。もう思い残すこともないから消えるしかない。最後まで付き合えなくてすまない。気にすんな。こんな姿になっても私は死後の世界は信じてない。そんなものがあったらみんな喜んで死ぬに決まってる。生きなさい、懸命に。行こうぜ、相棒。エリカのことがあいつをこの世に繋ぎ止めてたんだ。その思いがなくなれば消えるだけだ。KK もなのか。だろうな。その目的は家族の蘇生じゃないのか。さっき言ってたろ、あいつにとって肉体は魂の器だ。捨て駒に過ぎない。戦わずに済む方法はないのか。ない。邪魔をするなら排除するだけだ。感謝の言葉は言えないのだ。
記憶ってわけ。お母さんがいない分、私が頑張るから。お父さんは安心していいよ。お母さんがいなくなったわけじゃない。夫は私の死を。そう感じる必要はないのに。
つはこの先に一体何を見ているっていうんだ。知るか。同情はしねえ。だが俺が終わらせてやる。俺はあいつを倒すまでは燃料切れにはならねえよ。あんな奴を残して消えられるかよ。あの写真の家族のためにだろ。いい父親だな。まあな。中に入ったら引き返せないかもしれない。準備を怠るなよ。どこかにあいつがいるはずだ。上に行ってみよう。上に行こうぜ。どうした？変な声が聞こえる。妹の声だった。あいつらが何か仕掛けてきてるのかもな。おい、どうした？アキト、アキト、行くぞ。
お前の本心なのか。惑わされるな。相手の思うツボだぞ。違うんだ。アキト、しっかりしろ。俺のこといい親だって言ったよな。俺はいい親なんかじゃない。刑事として一生懸命働いてさえいれば家族は守れると信じきっていた。でもな、久しぶりに家に帰ったら俺たちはもう家族じゃなくなっていた。息子は俺が渡したおもちゃをつまらなそうに見ていたよ。もうスーパーカーになんか興味がなくなっていたんだよ。ケケ、それでも俺はこの戦いから逃げない。守りたいものを守るためだ。待て！あの人形は時間稼ぎすらできなかったのか。てめえ、肉体の死はただの事象に過ぎない。魂は肉体を離れてこそ本来の姿を取り戻す。死生観は自由だ。否定はしない。だけど独りよがりの妄想に人を巻き込むな。正しい導きはいつの時代も疎まれる。だが君もすぐに理解するだろう。肉体がいかに無意味なものなのか。マリに触るな！必要な量の魂は集まった。その全てを使い、生と死の境界を破壊する。君の妹は最後の礎として用いられる。とても尊い役割だ。そんなことさせるか！教会が失われれば世界は一変する。私はそこにささやかな楽園を作るつもりだ。妻と娘の魂が永遠に輝き続けることができる。何が楽園だ！そうだ、素晴らしいことを思いついた。この娘にも楽園を用意してやろう。強い意志を持った稀有な魂だ。場合によっては新世界の導き手になれるかもしれない。新世界のマリア、いやイブか。お前の夢物語など何の価値もない。夢か。直接確かめたのか？妹の魂がこの肉体に戻りたがっているか否か。それはこの娘の包帯の下はどうなっていると思う？
肉体に固執しても苦しみが増すだけだ。だからって、おい、惑わされるな。こいつを倒さなければ世界が終わるんだぞ。アキト、しっかりしろ。時は完全に満ちた。ここから世界が変わる新たな始まりの時だ。我が宿願が成就する。立て、奴を追うぞ。マリー、お前は何を。あいつの妄想に取り込まれるな。目を覚ませ。覚まさないならお前を切り捨てる。アキト、お前本当にこのまま。気持ちよ。自分が命張ってまでやってきたことが全部無駄だった。その答えを聞くのが怖えんだ。あんたに何が分かる。分からねえよ。自分の家族の気持ちさえな。分からねえから確かめに行くんじゃねえか。ケケ、俺は止まらない。お前はどうする。僕も行く。マリに直接確かめるまで死ねない。違うか。そうだね。
何のために戦ってるんだよ。わからねえ、わからねえ。もう何もなくなっちまった。だからって諦めたら終わりだ。何もしねえまま死ぬのだけは耐えられねえ。だから俺はどこにしがみついてんだ。アキさん、俺みたいになるんじゃねえぞ。早くしろ。まさか自分に引導を渡すことになるとはな。ケイケ、行くぞ。黄泉の国はまだ先だ。ああ、行こう。黄泉の国ってのは味気ねえな。まあそんなもん求めちゃいねえが。何か聞こえる。なんだ、水の音か。誰かの記憶だ。誰だ。女の子ですね。君ももうすぐお兄ちゃんだね。
マリちゃんは絵が上手ね。ちゃんとお片付けできたのか。偉いな。僕の記憶。学校で困ったことがあったらすぐ僕に言うんだぞ。うん。ここは？一緒に通った小学校だ。あの子、アキトの妹じゃなかったっけ？そうだけど。こっち呼べばいいじゃん。いいよ、喋ることないし。好きだよ。何でもいいだろ。何でもよくないよ。お父さんとお母さんの結婚記念だよ。やっぱりお揃いのものがいいよね。遠い昔の記憶に思えるよ。母さんが家のことは気にするなって言ってた。マリもやりたいことやるよ。うん。悪い風にばっか考えるなよ。
かった、晴れて。お祭りとか、久しぶりだよな。くそ。目を背けるな、アキト。ここから新しいスタートだな。そうだね。あと何回新しいスタートが来るんだ。アキト、逃げるな。あの子の言葉を聞きたかったんだろ。どうして私だけ。ご来場くださいまして誠にありがとうございます。この東京で、東京タワーでは毎月この世界で様々なイベントを。どうして私だけ落ちていく。どうせ落ちるなら自分から落ちてやる。アキト、大丈夫だ。マリに会わないと。そうだ、守りたいものを守るんだ。
つもお前の妹もこの中だ。準備はいいか？家族の晴れの門出を静かに見守ってやることもできないとは、哀れな者たちだ。確かめに来た、マリの意志を。邪魔はさせない。物言わぬ彼女の願いを君がどう知るという。やめろ！なんだ、これは。彼女が起こしているのか。いや、それでも儀式は止められない。謝りたくて。知ってるよ。だから私死ねなかった。
兄ちゃんのせいじゃない。あの時私これを。何？私は間違っていなかった。二つの世界は今つながったのだ。人々の魂は肉体から解き放たれ浄化される。私と私の家族は再び一つとなる。失うことも悲しむこともない。永遠の楽園で。最後だ。来やがったか。哀れですらねえな。
ぜ拒む。なぜなぜなぜだ。助けてやると言っているだろう。なる。あいにく俺たちは体一つを鍵に使ってんだ。案外これも悪くねえってな。生きるってのはそういうことだろう。な、バイボン。ああ、それがお前には見えてない世界だ、バクモロ。捕らえられていた魂だ。じゃあこの人たちは。ああ、魂と肉体が切り離されていただけだからな。自分に戻るはずだ。でもマリは、父さんの命日は12月10日、母さんは6月9日。忘れてない。一度だって忘れたことなんてない。もう平気なふりなんてしないよ。泣いてもみっともなくても僕は生きていく。次に会うのは俺が
最後の最後まで生き抜いた後だ。家族の前でようやく素直になれたってわけか。黙ってたと思ったらまだそんな。最後に一つだけ頼みたいことがある。うん。妻と息子に伝えてほしい。俺は最後まで諦めずに生き抜いたと。分かった。